ほど。みんなこんにちは。ねえ、しばらくサモを見てないんだけど、どこにいるか知ってる？探した方がいいよね。いたずらでもしてるのかも。え？イエーイ！今の何？やった！できた！いいです！何ができたのよ。説明して。世界一難しい迷路をゴールしたんだ。僕は迷路の王様だ！わあ、これは難しそうね。サムはずっとこれをやってたんだね。道理でサムをしばらく見なかったわけか。かわいそうな僕。どうしたの？今喜んでたじゃない。スー、僕なんてことしちゃったんだ。うちにある迷路が全部終わっちゃった。あ、いいこと考えた。クリアしたのは2次元の迷路だけだよね。3次元の迷路はした？え、なんて？新しい迷路。3次元の？その通り。わあ、で、どこにあるの？どこにもないの。自分たちで作るんだから。始めるよ。すごい、工作しよう。まず、こんな四角い段ボールが必要よ。あれ？騙したな。 3D の迷路だって言ったのに。違うよ、これはただの土台。こんな風にパーツを2つ使うんだ。みんな、カッターを使うときは注意してね。大人に手伝ってもらった方がいいよ。見て、こういう感じにしてね。待って待って、これって切り抜き工作？違うの、印をつけてるだけ。何のために？スタートもゴールも迷路もない。サムチン、見慣れた迷路とは違うのよ。でも絶対気に入るって約束する。ねえ、2枚目のパーツに切り込みを入れてくれる？気をつけてね。了解、安全第一だもんね。スーが印をつけてる間に僕は終わっちゃったよ。え？私みたいに両面に印つけた？いや、片面だけでいいかと思った。大丈夫、今すればいいよ。もう少し切るね。よし、この部分は完成。サムは終わった？サム？サムチ？はいはい、ここだよ。ごめん、別の段ボールで少し練習しとこうと思って。上出来、しかも切り込みも入ってる。ありがとう。ちょっと待って、もう一枚の段ボールで練習したって言った？いらないかと思って、ごめんね。全然、むしろ助かった。本当に？僕って天才。で、なんで切ってるの？終わればわかるよ。はあ、切り込みを入れるのすっかり忘れてた。四角の隅に切り込みを入れるよ。よし、できた。はあ、僕なら忘れないけどね。本当？じゃあ聞くけど、枕の下にクッキーを隠して3時間も見つけられなかったのは誰？知ってたなら教えてくれればよかったのに。僕は考えることだらけなの。みんなも忘れっぽいならチャンネル登録してね。みんなは忘れん坊じゃないと思うよ。例えば、新着動画を見逃さないように通知のボタンを押すのも忘れない。待って、無地の段ボール？僕たちらしくない。あ、確かにサムの言う通り。じゃあどうすればいい？もちろん色紙。いい紙を何枚か使えば最高だ。何枚かね。じゃあ飾り付けを始めよう。まずは段ボールのアウトラインを作っていくよ。了解、僕のオフィスでやってきてもいい？工作テーブルの向こう側のこと？いいよ、こんな形になったよ。この色だけ使うよ。サムチン、いい？オーイエー、ロックンロール、デル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 。これで全部違う色にしていこう。これは大好きなピンク色にしよう。こっちはオレンジ色、いい感じだよね。反対側も、こっちは水色。よし、最後は綺麗な紫色。素敵。いいね、スー、これ見て、僕って早い？わあ、すごい、たくさんできたね。カラフルすぎる。サムチン、興奮するのはまだ早いよ。組み立てを始めてもいないのに。僕は大丈夫。何？スライムは感情豊かなの。で、次は何？さあ、パーツを全部組み立てていくよ。どんどん面白くなってきた。この印に沿って小さな四角を貼り付けるよ。そういえば、なんでこんなに線をいっぱい引いたの？よく気づいたね。気づいてくれて嬉しい。僕のこと知ってるでしょ？サムには何も隠せない。例えば昨夜、誰かが僕のヌテラを全部食べたこととか。知らないけど、消えちゃったんじゃない？美味しいものってなくなるでしょ？そうかな。みんな、キャンディーとかグミとかヌテラってすぐになくなるって思わない？そう思ったら高評価お願いね。
見て、できたよ。サムチン、前回の工作の残りがあったよね。持ってきてくれない？うん、今持ってくる。それってこれのこと？そうそう、この細い段ボールが必要なんだ。まずは綺麗にして、次は小さなパーツに切っていこう。僕手伝うよ。優しい、ありがとう。すぐ戻る。刃物を扱うときはよく注意してね。わかった？わかってる。そしたら今からが一番面白いところに入るよ。迷路作り。このために段ボールに印をつけてたの。組み立てるのを簡単にするため。最後の黄色いパーツ、よし、できた。パーツは全部切り終わったよ。わあ、何してんの？迷路作り、超難易度高いやつ。あ、やってみたい。本当に接着剤苦手じゃなかったっけ？そうだった。ここはスーに任せた方がいいね。みんな、サムが自分に何かをくっつけてた動画を覚えてる？何が一番好きだった？ああ、うまくできてきたよ。ねえサムチン、この迷路どう思う？サムチン？サムチン？なんでそんなに壁だらけなの？迷路に線が描けないじゃん。サム見て、この迷路には線を引かないんだ。マジ？じゃあどうやってゴールするの？工作が終わったらわかると思う。うん、謎だね。サムチンってお手伝いが上手よね。サムが持ってきてくれた紙、とっても役立ったよ。工作で残った切れ端は全部保管してあるんだ。え？そんなにたくさんの段ボールどこに保管してるの？いい場所があるんだ。スーは長いことベッドの下を見てないんだ。サムってば。だから私のベッドの下でガサゴサ音がしてたんだ。ネズミでもいるのかと思ったらサムだったのね。明日全部片付けるんだからね。言い逃れは許さないよ。サムチン聞こえてる？たくさん手伝ってもらうよ。散らかしたものは片付けなきゃ。なんてこった、掃除は大嫌いだ、許して。みんなサムって簡単に怖がるでしょ。みんなはどう？家の掃除を手伝うのは好き？サムチン、どこ行ったの？まだ工作は終わってないよ。手伝ってくれない？サムチン、掃除の手伝い。ちょっと病気で。ずるいんだから、迷路の手伝いを頼みたいのに。わあ、すごいものができたじゃない。もう元気になったの？一時的なスライム炎症だったんだ。そういうこと。それか一時的に嘘つき病の発作を起こしたんじゃないかしら。まあそれを病気だと認めるならそれかも。とにかくこれどうやって遊ぶの？丸いものが必要なんだ。あれサム、背中に何かついてない？どこ？何？汚れ？ミツバチ？違う、でもまさに必要なもの。ボールを見つけた。見つけたのは私。じゃあ迷路を実際にやってみる？こうやって傾けてボールを動かしていくの。これ楽勝じゃん。そういうのはまだ早い。まずは試してみて。思ったほど簡単じゃないから。わかった、すどいて。達人のやり方を見せてあげる。ちょっと待って。ここに持ってくるから。スーン、この迷路僕のために作ったんだよね。わかったよ。達人のサムにとっても迷路が十分に難しいかを確認してるだけだよ。もうちょっと、これでゴール。ずるい。はいはい、どうぞ。よろしい。サムより私の方が早くゴールしても怒らないのよ。サムチン、迷路に時間かかりすぎじゃない？また遊びたいのに。サム、あとどれくらい？いや、そこじゃない。もう少し。まったく、もう。高評価とチャンネル登録をお願いね。あと新着動画を見逃さないように通知のベルも押してね。バイバイ。サム、せめてみんなにさよならしてよ。そうだった。また